こちらは太宰府市に住む中学2年生の大原陽菜さん、13歳です。ショートトラックスピードスケートで日本新記録を最年少で樹立しました。大原さんは先月開かれた全日本都道府県対抗のショートトラックスピードスケート競技会に出場し、女子3000メートルで全世代を通じての日本新記録を打ち立てました。9年ぶりの日本記録更新、しかも最年少13歳で快挙です。今日は太宰府市の楠田市長に報告にやってきました。とても嬉しかったのが一番なんですけど、その自分がまさか日本記録出せるなんてあんま思ってなかったので、そのびっくりしました。これまでで一番の本当に大記録、驚きと同時に本当に感激しています。おめでとうございます。大原さんは小学2年生から兄の影響で競技を始めました。日本スケート連盟の2023年度ジュニア強化選手にも選ばれています。すごいね。すげー。それではそのひなさんと中継がつながっています。ひなさん、こんばんは。こんばんは、大原陽菜です。よろしくお願いします。日本新記録、本当におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今手に持っているのが3月に日本新記録を樹立した時の金メダルということですよね。はい。いや、輝いてますね。素晴らしい輝き。陽菜さん、日本新記録と分かった時の気持ち、どんな気持ちでしたか？嬉しいっていう気持ちが一番なんですけど、そのやっぱり関わってくれた皆さんへの感謝が一番大きいです。スタジオの石井です。こんにちは。こんにちは。どれぐらいの練習を普段やってるんですか？シーズンの時は週に6日とか7日とかほぼ毎日やってるんですけど、オフシーズンの時は4日とかそのぐらいやってます。日本新記録を出した時、自分へのご褒美とかってあったんですか？大会前にその食べる量とかをちょっと制限してたんですけど、終わった後は食べる たくさん食べました。何が好きなの？何食べました？食べ放題行きました。すべて最高ですね。一気にタガ外れた感じです。その同級生の子たちってどういう反応でした？日本新記録ってなって、なんかすごいねみたいな、普通にびっくりしてた感じです。いやでも同級生に日本新記録保持者がいるのが、ますよね、すごいからね。ですね、ますますこれ財津さん期待できますよね。そうですね。陽菜さん、スケートを始めスピードスケートを始めたきっかけって何だったんですか？先に兄がスケートをしていて、それで自分もしてみたいなって思って始めました。そうだったんですね。陽菜さん、最後に目標、今後の目標を教えていただけますか？最終的にはオリンピックに出て優勝することが一番の目標です。かっこいいですね。そのニュースをまた伝えたいですね。私たちが今後のご活躍も楽しみにしています。